小さな顔ひとつかみしめて涙が溢れて何かやってもいいですか？せっかく期間ライブだったのにやってしまった。今日プラデーションいなくてよかった。よいしょ、もう一回行きたいと思います。陳順が曖昧ですが、アンジュちゃん、そして岩崎さんかな、そしてですね、マーフィーさん、それからですね、どうしよう。あと、あ、曽根ちゃんだと、高橋涼子でお届けいたしました。謝罪するので、なんか宣伝してください。あ、そうですか。高橋涼子、すいません、謝罪します。今日、山崎さんなのに、岩崎さんで紹介したらしい。ごめん。あ、いえいえ。というわけで DVD をご覧の皆さんに、はい、ライブの告知をしてください。いいですか？はい。すいません、はじめまして、山崎彩子と言います。ライブの告知ですね。私6月の、最近のでもいいですか？あ、大丈夫です。全然大丈夫。もう1週間後なんですけど。あ、1週間後か。もう、その先に。その先がちょっと決まってないので、6月の16日に。ライブを宿河原のポトスというところでやりますので、弾き語りで30分やりますので、よかったらぜひ遊びに来てください。すいません、ありがとうございます。来てね。じゃあ。誰が忘れたの？エンターテインメントだから。これは誰のなんだ？私どうだ私どうだ、忘れてしまったのが意識。絶対忘れると思ってたの、出してる時に。でもそこしか起きようがなかったの。そしたらさっき電話かかってきた。